1番大阪の古性選手です。初日は勝負どころを郡司選手と少しもつれる場面もありましたが、最後は3着に伸びてまいりました。振り返ってはいかがですか？あんまり良くなかったですね。その何かこう良くない原因というのはご自身の中ではあったりはしますでしょうか？あんま分からないですね。あの一走してみて、まあ、このあたり今シリーズは2日制ということなんですが、このあたりはいつものレースと比べて挑戦面や精神面の中で違いというのは何かご自身の中ではありますか？変わらないですね。さてスーパープロピストレーサー賞なんですが、古性選手はどう戦っていきますか？自力で頑張ります。まあ、次走は地元のビッグレースも控えてますし、本当にいいはずみつけたいですよね。はい。それではもう一言、応援してくださるファンの皆様に意気込みをお願いいたします。応援してもらうに頑張ります。佐賀の新井貴弘選手です。初戦は初戦の段階からちょっとこう平原選手と前中段がもつれるような場面もあったかと思うんですが、レースは振り返ってみてはいかがでしたか？そうですね、まあヒロトがね、まあ、仕掛けるところまできちんとやってくれたんで、自分のコースがありました。一走してみて、新井選手ご自身の状態というのはいかがでしょうか？まあ、正直分かんないところあるんですけど、まあ、当たられて、ね、腰砕けにならなかったんで、まあ、いいと思います。今年はダービーで決勝進出、そして2度の完全優勝と、また勝ち星も量産されているかと思うんですけども、何かこの好調の要因というのはご自身ではありますか？まあ、そうですね。まあ、練習やってるからですかね。それがもう本当にもう身を結んでっていうような。さてスーパープロピストレーサー賞ですが、どう戦っていきますか？そうですね、ちょっともうわがまま言って佐賀長崎なんで、古性の後ろに行きたいと思います。今シリーズは残念ながら欠場されてしまった井上選手の思いもっていうような思いもあるんじゃないでしょうか？そうですね、まあ毎日一緒に練習してるんでね、まあとりあえずあいつの地元なんで、もう僕がどうにかしようかなと思ってますけど。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様に意気込みをお願いいたします。優勝目指して頑張ります。お待ちください。茨城の吉田拓也選手です。初日は厳しい展開の中、最後は打ちをついて3着に入りましたが、振り返ってはいかがですか？まあ、内容のない3着なんで、まあ、喜びはないですけど、まあ、とりあえず、まあ、また明日チャンスあるんで頑張りたいですね。改めて一走してみてご自身の感触というのはいかがでしょうか？感じはいいんで、明日は思い切っていければと思います。この時期の佐世保バンクというのは初めて走るわけなんですけれども、そのあたりコンディションなどというのはいかがでしたか？バンクは軽く感じますね。さてスーパープロピストレーサー賞ですが、どう戦っていきますか？諸橋さんに任せてもらったんで、しっかり自力勝負したいですね。過去の記念の決勝戦と同じように、また新山選手とは同期対決となりますが、このあたりの意識というのはありますか？まあ、太田君もいるし、まあ、古性さんだったり、まあ、強い選手いっぱいいるんで、まあ、あんまり考えないですね。まあ、次走は地元記念ですし、いい弾みつけていきたいですね。はい、頑張ります。では最後にもう一言、意気込みをお願いいたします。一生懸命頑張ります。お願いします。徳島の太田龍馬選手です。初日は4コーナーからホームにかけて一気に仕掛けてまいりました。振り返ってはいかがですか？そうですね、結構きつかったです。一走してみてご自身の中での状態面というのはいかがでしょうか？そうですね、苦しい中でも勝ち上がれたんで、まあ、悪くないと思います。本当に今年は勝ち星を量産されていますけれども、このあたりご自身の中で何か好調の要因というのは感じていらっしゃるところはありますか？そうですね、まあ、今までしてきたことが、まあ、噛み合ってきたんかなと思います。さてスーパープロピストレーサー賞ですが、太田選手はどう戦っていきますか？自力でやります。今日同様に最後は松浦選手とゴール前勝負という、そんなイメージですかね？そう、それができればいいですね。はい。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様に意気込みをお願いいたします。スーパープロピストも頑張ります。秋田の森沢太志選手です。初日は渡辺選手マークの競争となりましたが、ついてみてはいかがでしたか？はい、怪我明けだって聞いてたんでどうかなと思ったんですけど、本当に強かったですね。その中で道中森沢選手も清水選手をブロックしてというような場面もありましたが、あの辺りはいかがでしたでしょうか？そうですね、やっぱり先行してくれたので、なんとか決めれるようにと思ったんですけど、最後残せなくてちょっと申し訳なかったですね。一走してみて森沢選手ご自身の状態というのはいかがですか？そうですね、4コーナーからちょっと飲み込まれるかなと思ったんですけど、しっかり踏み勝ってたので問題ないと思います。本当に近況一段とこう調子が上がってきているように見えるんですが、このあたり好調の要因というのは何かご自身の中ではありますでしょうか？まあ、そうですね、今年前半からすごく調子が悪かったんですけど、まあ、本当に一個一個修正してきたところがやっと噛み合ってきたなっていうところですね。さてスーパープロピストレーサー賞ですが、北日本が揃いました。森沢選手はどう戦っていきますか？
はい、北日本3人でまとまって僕は新山君の番手を回らせてもらおうと思います。新山選手もこのバンク本当に相性いいですし楽しみですね。そうですね、本当に強いんで、はい、しっかりついていって頑張ります。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、北日本3人で、ワンツースリー決まるように精一杯頑張ります。応援してください。青森の新山選手です。初日は成田選手とのラインのワンツーが見事に決まりました。振り返ってはいかがですか。そうさん、いつも成田さんにお世話になっているのでワンツー決められて嬉しいです。本当にこの佐世保バンクは相性がいいように思えるんですが、ご自身の中ではいかがですか。本当に走りやすくて、なんですかね、いつもお世話になっているバンクなのでここもなんとか車検に貢献したいなと思ってます。さて、前場所のダービーと比べて改めて新山選手状態面などというのは今シリーズはどのように感じていらっしゃいますか。練習で結構追い込んでるので体の疲れはあるんですけど、その分自転車に乗ってる時間が長いので感覚はいいです。さて、スーパープロピストレーサー賞ですがどう戦っていきますか。3車 の厚み生かして先手取りたいと思ってます。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様にメッセージをお願いいたします。しっかり北から優勝者出るように頑張ります。応援よろしくお願いします。広島の松浦裕二選手です。初日は太田選手マークの競争となりましたが、ついてみてはいかがでしたか。はい、強くて、本当に信頼してもついていくだけでした。勝負どころは松浦選手も車間を切って余裕もあるように見えたんですが、そのあたりはいかがでしたでしょうか。ついてる分には全然大丈夫で、野原君結構いいスピードで来たんで、ちょっとしっかり止めれるかなと思って、なんとかワンツー決まってよかったです。佐世保はおよそ8年ぶりの登場となりましたけども、ファンの声援などっていうのはいかがでしたか。そうです、知り合いの方とかも見に来てくださってて、本当すごい声援もらえて嬉しかったです。今シリーズは2日制のレースとなりますけれども、このあたりというのはいつもの競争と何かこう精神面や挑戦面というので違いはありますでしょうか。いや、もう2日目も帰れるんで本当リラックスしてというか、本当普段の競輪よりもこう気負うことなくリラックスして走れていると思います。そしてスーパープロピストレーサー賞ですが、どう戦っていきますか。太田君に任せていって、はい、頑張ります。ご自身3連覇もかかります。では応援してくださるファンの皆様に最後に一言、意気込みをお願いいたします。はい、明日も熱い声援よろしくお願いします。精一杯頑張ります。それでは新潟の諸橋選手です。初日は諸橋選手らしい最後俊敏な立ち回りが光ったかと思うんですが、振り返ってはいかがですか。ちょっとコータがちょっといけなかったので、うち見たら結構空いてたので、あと後ろがちょっと誰か分かんないけど来て音が聞こえたので、もう自分が先に行こうという感じで行きました。前回一つ欠場されて、臨んだ今シリーズとなるんですけれども、はい、一走してみてご自身の状態面というのはいかがですか。そうですね、落ち着いてはいるし、あと展開も割と見えているので、悪くないかなと思います。今シリーズは2日制ということで、通常のレースと比べて、このあたり調整面やこの状態面などに何かこう違いというのは出てきそうですか。全プロ記念も結構ね走ってるんで、そこはいつも走ってるかなというふうに思ってやってます。さて、スーパープロピストレーサー賞ですが、諸橋選手の位置はどこになりますか。はい、吉田君の番手いきたいと思います。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、うまく援護しながら自分も頑張りたいと思います。お待ちください。福島の成田和也選手です。初日は新山選手が積極的なレースを見せました。ついてみてはいかがでしたか。はい、もう新山君がしっかり走ってくれたんで、チャンス生かせました。一走してみて成田選手ご自身の状態面というのはいかがですか。はい、もう前回から引き続きいい状態だと思います。今本当に同年代の佐藤慎太郎選手の活躍もありますし、そのあたりっていうのも刺激になっているという部分はありますでしょうか。はい、もちろんそうですね。慎太郎さん目標に、はい、近づけるように頑張りたいなと思います。
さてスーパープロピストレーサー賞ですが、北日本勢は揃いました。その中で成田選手の位置はどこになりますか？はい、もう北で3番手になります。本当に新山選手はこのバンク相性いいですし、楽しみですね。そうですね、はい、しっかり3番手で自分のレースできればと思います。それでは最後にもう一言、応援してくださるファンの皆様にメッセージお願いいたします。はい、もう佐世保競輪場で、しっかり最後まで頑張ります。